こんにちは、三蔵です。今回は離婚すべきか悩むポイントトップ5についてお話していきます。2018年のとある統計データによると、世界主要各国における人口1000人あたりの年間離婚件数から算出した普通離婚率は、日本は 1.7% となっており、先進国であるアメリカの 2.5%、 韓国、スペイン、イランの 2.1%、 ドイツ、オーストラリア、オランダの 2% などと比べてもそれほど高くありません。このように世界から見ても日本の離婚率は平均的で、決して離婚大国というわけではないことがわかります。日本の離婚率は 1.7 と聞いても多いのか少ないのかピンとこないと思いますので、我が国の離婚率が高いのか低いのかを考えるために、他国の離婚率と比較してみましょう。例えばロシアです。他国と比べても圧倒的な離婚率 4.7% を誇っています。ロシアにおける最大の離婚理由は酒を飲みすぎるだそうです。さすがウォッカの国です。日本でもお酒を原因とする離婚は決して少なくありません。皆さんもお酒の飲みすぎにはくれぐれも注意しましょうね。さて、日本の話に戻るのですが、皆さんの中で、あれ3組1組離婚してるのが日本じゃなかったかなと思う人もいるのではないかと思います。実はそうではないのです。令和元年人口動態統計によると、令和元年の年間の婚姻件数は59万9007件で、離婚件数は20万8496件です。ざっくりですが、離婚件数が婚姻件数の約3分の1となっていることがわかります。ここで注意しておきたいのが、令和元年に結婚した夫婦が令和元年に離婚するわけではなく、令和元年に離婚した夫婦の中には、さまざまな年度に結婚した夫婦が含まれるということです。そのために結婚した夫婦の中で何組が離婚したかという数字とは異なります。3組に1組が離婚という説は、単純に同じ年の婚姻件数と離婚件数を比較したもので、実際に離婚した割合ではありません。また世界的に見ても日本の離婚率はかなり低いことがわかります。こちらの韓国やアメリカに比べても低い数値です。ただ時代が変化するにつれて離婚の仕方も変わってきています。例えば熟年離婚です。熟年離婚が増えている原因の一つには高齢化が考えられます。夫婦のどちらかが早くに亡くなってしまえば、当然離婚はできないため、高齢化によって離婚できる期間自体が長くなったと思われます。また平成20年に始まった年金分割の制度も熟年離婚を増やすきっかけになったと言われています。特に女性は中高年になってから離婚すると老後の生活費が心配という人が多いと思いますが、年金分割により年金をある程度確保できるようになったので、安心して離婚を選ぶ人が増えたと言えます。そんな変化しつつある離婚ですが、当然ながら離婚を検討する人というのは離婚をするよりもはるかに多いわけです。私がよく聞く離婚を検討する理由をトップ5に分けてお話していきたいと思います。もしこれらのどれかに当てはまる方は、これからの人生をよく考えていただいた方がいいかもわかりません。では早速いきましょう。第5位は、一緒にいても楽しくないということです。結婚する前後とそれからでは夫婦それぞれの価値観は変化すると思います。家族ができたり職場などの変化があると、それぞれが好きなことややりたいことというのは日々変わってくると思います。そんな時に夫婦2人で一緒に楽しく過ごせることは限られてくるのが事実としてあります。食事や旅行など一般的に2人が楽しめるものがありますが、それすら苦痛だったり、どちらかに嫌悪感がある場合は、今後一緒にいる意味は何だろうと疑問を持つかもしれません。第4位は、 DV やモラハラがあるということです。離婚を決断した理由が配偶者による暴力にあることも多いです。また
自分だけならまだ何とか我慢できていても子供にまで暴力の手が及んだ時、離婚を決断する方も少なくありません。自身での決断の他にも友人や相談機関への相談から、まずはパートナーの元から逃げるよう説得されるケースも見られました。特に DV は命の危険がある場合もありますので、悩んだらまずは誰かに相談することが大切です。第3位は愛がなくなったということです。パートナーをもう異性として見られない、この先一緒に家庭を築いていこうとは思えないなど、パートナーへの愛情が冷めたことから離婚を決断する方も多くいらっしゃいました。また自身が不倫していたり、パートナーの他に好きな人ができたことからパートナーへの愛情が冷めていくケースもあるみたいです。第2位は相手が不倫をしてしまったということです。パートナーに不倫されたことが許せず離婚を決断したというケースは少なくありません。離婚を迷うのは配偶者に対して愛情が捨てきれていないからかもしれません。しかし相手の不倫が明らかになった場合、100年の恋も冷め、迷うことなく離婚を決断するようです。またこれまで相談を受けてきた中には、一度の不倫ではなく最初は我慢したけれど不倫癖が治らなかったので離婚したという方もいました。不倫に対して相手が我慢できない場合は仕方のないことですね。第1位は夫婦として将来が見えないことです。夫婦としての将来が見えないために離婚を決断したというものです。価値観の違いや喧嘩が絶えないなど理由は様々ですが、もうこれ以上一緒に過ごせない、このまま一生添い遂げるのは難しいと感じた時に離婚を決断する方がかなり多いようです。はい、いかがでしたでしょうか。離婚すべきか悩むポイントトップ5についてお話ししました。以前にも触れましたが、全ての人の悩みは人間関係であるとアドラー心理学を提唱したアドラーはそう言っています。夫婦のように最も距離が近い中で関係がうまくいってないことはかなりしんどいことだと私は思います。今生きている人たちは、多くの人が100年くらいまで生きる人と考えると、人生はまだまだこれからという人が多いのではないでしょうか。確かに子供をどうするか、お金をどう繰り越していけるかみたいな問題も多々あると思います。確かに離婚するタイミングは重要です。ただあなた自身が幸せでないのであれば、本当に離婚しないままずっといるのも本当に良い選択だとは思いません。もし今日お伝えした中に当てはまることがあれば、これからの人生をどうより幸せに生きていくのか考え直してみることをお勧めしたいと思います。はい、ではこれからも人生の良いあり方を短く分かりやすく発信していきます。今日の動画が少しでも役に立ったという方は、ぜひチャンネル登録と評価をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。